オリンピック聖火、オリンピック聖火、オリンピック聖火、独、オリンピシャーローフ、は、国際オリンピック委員会の権限のもと、ギリシャのオリンピアで灯される日のことであり、オリンピックの象徴でもある。オリンピック大会開催期間中、主競技場で灯され続ける。その起源は古代ギリシア時代に遡り、 ギリシア神話に登場するプロメーテウスがゼウスの元から火を盗んで人類に伝えたことを記念して古代オリンピックの開催期間中にとされていた。聖火は1928年アムステルダムオリンピックで再び導入されて以来近代オリンピックの一部であり続けている。なお現在の聖火リレーは1936年に ドイツのベルリンで開催された1936年ベルリンオリンピックで導入された。聖火はギリシャのオリンピア遺跡で太陽を利用して採火され、聖火ランナーによってオリンピック開催地まで届けられる。伝統的にオリンピックの開会式が行われる数ヶ月前に古代オリンピックが行われていたペロポネソス半島のオリンピアにおけるヘーラーの神殿跡で採火されている。 聖火統治へは、太陽光線を一点に集中させる、応面鏡に、炉の女神、ヘスティアーを祀る11人の女優が演じる巫女が統治をかざすことで火をつけている。また、この儀式の本番は非公開とされており、テレビ等で見られる聖火の場面はマスコミ向けの公開リハーサルである。なお男子金星の儀式である。その後、聖火は、聖火リレーによって、 オリンピック開催都市まで運ばれる。聖火ランナーには、スポーツ選手や有名人だけでなく一般人も参加している。開会式当日、聖火リレーは、大会のメイン会場となる競技場に設置された聖火台に点火される。かつては、最終ランナーが、階段などで聖火台へ向かって走り寄り、当地から聖火台に火を移すことが一般的であったが、アーチェリーの矢。 スキージャンパー、競技場に設置された花火など近年は様々な趣向が凝らされるようになってきている。多くの場合、最終ランナーや点火の仕掛けは最後の瞬間まで秘密にされ、一般的に開催国の有名スポーツ選手が務める。聖火台に火を灯すことは大変栄誉なことと考えられている。この聖火の点灯を通して大会の開会とされ、 そのオリンピックの開催期間中ともされ続け、閉会式の最後に消灯される。2014年大会までの過去の近代五輪の聖火リレーの燃料はすべてプロパンガスとも言われる。古代ギリシア人にとって火はプロメテウスが神々の元から盗んできたものだと考えられており、神聖なものだった。このため火はオリンピアの多くの神殿に見られるのである。 火はオリンピアにあるヘスティアーの祭壇で燃え続けた。オリンピック開催期間中は、ゼウスとゼウスの妻、ヘーラーの神殿に火が灯され、ゼウスを称えた。近代オリンピックにおける聖火は、かつて、ヘーラーの神殿が建てられていた場所で再火されている。近代オリンピックでは、1928年まで、聖火は見られなかった。オランダの建築家のヤン・ビルスが1928年、 アムステルダムオリンピックにあたって、オリンピックスタジアムの設計に等を、取り入れが燃え続けるというアイディアを盛り込んだ。これが評価され、ビルスは建築部門で金メダルを受賞している。1928年7月28日、アムステルダム電気局の職員が、地元では、KLM の灰皿として知られているいわゆる、マラソンタワーと呼ばれる等に、最初の成果を灯した。 この聖火というアイディアは熱い注目を浴び、オリンピックの象徴として取り入れられた。1936年ベルリンオリンピックでは、ドイツのスポーツ当局者で、スポーツ科学者のカール・ディームが聖火リレーを発案した。ギリシャで再火した聖火をベルリンまで運ぶという発想は、ゲルマン民族こそがヨーロッパ文明の源流たる、ギリシャの後継者であるというヒトラーの思想にかなったものでもあった。 ギリシャのコンスタンティン・コン・リリス、コンスタンティン・コン・ダイリスを第一走者とし、3000人以上のランナーが聖火をオリンピアからベルリンまで運んだ。ドイツの陸上選手だったフリッツ・シルゲン、フリッツ・スキルゲンが最終ランナーで競技場で聖火を灯した。聖火リレーもまたオリンピックの一部となった。1948年ロンドンオリンピックでは、 イギリス海峡を渡るために初めて船が使われ、1952年ヘルシンキオリンピックでは初めて飛行機が扱われた。1956年メルボルンオリンピックの際には、開催国であるオーストラリアの厳しい権益の関係で馬術競技が隔離して開催され、馬術競技が開催されたストックホルムへは馬に乗って聖火が運ばれた。 また回を減るごとに凝った演出が用いられ、1968年、メキシコシティオリンピックでは、聖火が大西洋を渡ることになったが、その移動に船を利用し、その航路はコロンブスのアメリカ大陸域流をそのままたどった。注目すべき輸送手段として、1976年、モントリオールオリンピックの時には、聖火を電子パルスに変換する試みがあった。 このパルスをアテネから衛星を経由してカナダまで送り届け、レーザー光線で再転化が行われた。他の輸送手段としては、ネイティブアメリカンのカヌーやラクダ、コンコルドも挙げられる。2000年シドニーオリンピックでは、グレートバリアリーフの海中をダイバーによって移動され、史上初めての海中聖火リレーとなった。2004年アテネオリンピックの時には、78日間に渡る。 初の世界規模の聖火リレーが行われた。聖火はおよそ1万1300人の手によって7万 8000km の距離を移動し、この中で初めてアフリカ途中南米に渡り過去のオリンピック開催都市をめぐり、2004年のオリンピック開催地であるアテネまで戻ってきた。2008年北京オリンピックでは世界135都市を経由し、 標高8848メートルで世界最高峰のエベレスト山頂を通過した。しかし、アルゼンチン、アメリカ、フランス、イギリス、オーストラリア、インド、本、韓国など世界各国では、中国のチベット弾圧に対する抗議デモなどの影響で3度ほど成果を消したり、予定されていたルートを変更する国が続出する事態となった。また、長野市で聖火リレーが行われた日本では、 全工事がスタート地点としての利用を取りやめにしたほか、公式スポンサーのレノボジャパン、日本サムスン、日本コカ・コーラ3社が広告掲示を取りやめ、3社ともチベット問題を理由とはしていないるなど混乱が生じた。詳細は2008年北京オリンピックの聖火リレーを参照。2009年3月26日、国際オリンピック委員会 IOC は、 北京オリンピックの聖火リレーが円滑に運営されなかったことを受け、今後の逸話開催に伴う聖火リレーは主催国内のみで行い、世界規模の聖火リレーを廃止することを決めた。2016年リオデジャネイロオリンピックでは国内約270都市を経由したが資金難などで聖火リレーを辞退したり、一部で妨害などが発生した。冬季オリンピックにおいては、 最初の聖火リレーが行われたのは1952年オスロオリンピックだった。最初の聖火リレーの最価値はオリンピアではなく、ノルウェーのモルゲダールにあるスキースポーツの開拓者の家の暖炉であった。1960年と1994年の聖火もそこで再火された。1956年の聖火リレーはローマからスタートとなった。この年を除き、 冬季オリンピックの聖火リレーはオリンピアからスタートしている。1998年長野オリンピックでは、リレー用トーチの設計が悪く、特に前傾させると走行風で聖火が消えるトラブルが頻発した。失火させないよう、垂直、あるいはやや後傾させた場合は、燃料が垂れ、火傷の原因となるなど、事前のテスト不足が指摘された。 2014年ソチオリンピックでは、聖火が祭標戦で、史上初めて北極点に運ばれた。また、ソユーズトマ -11M によって、トーチが国際宇宙ステーションに運ばれ、ロシア人宇宙飛行士2名がトーチを持って、宇宙遊泳を行い、史上初の宇宙空間での聖火リレーが行われた。長年にわたって、有名なスポーツ選手や元スポーツ選手が、 最終ランナーを務めることが伝統になっている。他の有名な最終聖火ランナーは、フランスのスターサッカー選手、ミシェル・プラティニ1992年、ボクシングヘビー級チャンピオンのモハメド・アリ、1996年、アボリジニの陸上選手、キャシー・フリーマン、2000年らが挙げられる。他にも有名ではない人物が聖火台に点火したこともあるが、それは、 オリンピックの理想を象徴している。東京オリンピックで聖火ランナーを務めた坂井義則は、広島に原爆が投下された1945年8月、ピ・広島県三次市で生まれ、坂井は第二次世界大戦後の日本の復興を象徴した。1976年モントリオールオリンピックでは二人のティーンエイジャー、一人はフランス語を話す地域の出身者、 もう一人は英語を話す地域の出身者はカナダの調和を象徴した。2012年ロンドンオリンピックでは過去のイギリスの名選手から時代を担う若者として指名された10代の選手7人はイギリの未来を象徴した。以下は競技場で聖火台に転嫁した歴代の最終聖火ランナーのリストである。聖火が注目を集める理由は聖火台への転嫁が 開会式のクライマックスとなることにもある。一方では、ショーアップのために、添加の仕掛けが複雑化し、コストの上昇やトラブルをもたらす問題もあり、回を追うごとにエスカレートする傾向の演出には、批判の声もある。聖火台及びその支柱は、ユニークで大胆なデザインとされることが多く、これらは、開会式の間に添加される方法にも、関係している。 1992年のバルセロナオリンピックでは火を灯すための火矢が聖火台に向かってアーチェリーから放たれた。1996年のアトランタオリンピックでは聖火台は赤と鐘で飾られた芸術的な巻物のようだった。同年のパラリンピックでは半身不随の登山家が聖火台から垂れ下がったロープを登って点火した。建築家の伊藤富夫によると2016年時点で 複数回同一の都市で開催されたオリンピックを含めて同じ聖火台が二度使われた例はないという。国際オリンピック委員会 IOC はガイドラインで聖火台を競技場の観客すべてから見える場所に設置、期間中は競技場の外にいる人々からも見えるように設置と原則として定めているが近年は例外も出ている。 2012年のロンドンオリンピックでは点火後に競技場の観客席の全部に移設し、外からは見えない状態だった。1964年東京オリンピックでは、その前哨戦となるアジア競技大会に間に合わせるために聖火台の製作追い物作りの名工と謳われた鈴木万之助が受け負ったがゆい入れ作業で爆発事故が来、このショックと過労で8日後に万之助は亡くなった。 しかし、万之助の息子にあたる鈴木文吾が、不眠不休で、第二の聖火台を制作して一ヶ月の作業の後、なんとか、アジア競技大会に間に合わせた。文吾は、もし自分まで失敗したら腹を切って死ぬつもりだったという。この聖火台は、文吾の手により制作者名として、父、万之助の名が掘り込まれ、国立競技場が解体されるまで置かれており2015年に、 宮城県石巻市に一時対応され、新国立競技場建て替えの間、石巻総合運動公園に設置されることとなった。また、万之助の聖火台も修繕を経て、作業場のあった川口市に置かれている。許可とは、対明のことである。日本では、国民体育大会と全国健幸福祉祭、年輪ピックにおいて、許可リレーが行われている。 国民体育大会では、開催地独自に採火されることが決まっていて、開催直前に一つに修備され、開会式において転加される。また、全国障害者スポーツ大会においても同様となる。全国圏幸福主祭では総合開会式場にて採火され、その場で許可リレーが行われ3世代のランナーで許可台に転加される第17回群馬大会より、 例外としては、全国高等学校総合体育、大会熊本大会2001日の国、新世基礎体にて許可が転加された。許可代の点加方法は原則として、許可ランナー2名が階段に上り、その場で点加されるが、1998年の神奈川大会横浜国際総合競技場では、史上初の8名による許可点加が行われ、 導火線を伝わった白煙の中からの勢いで許可台についた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。